はい、後半戦。はい、後半戦ですね。あの、TBS の、世界比べてみたら、はい、僕は前半見逃しちゃったんですよ。はい。あの、ヤフーテレビガイド、見たら、あ、そうそう、ちゃんと8時からね、アイブさんが言うから、ね、ちょっと、じゃあこの時間に合わせて生放送やろうとしてたんですよ。はい。そしてパッと 見たら、かみ、さんが、ちょっと見なさいよって、早く、番組書いて見なさいって、8時40、53分って書いてるじゃない。はい、アイブさんが、8時の8だけ見たのよって、ええと思って、見たらそれで書いてるんですよ、8時54分って。あ、そうか、やんないのかと思って。はい。で、まあ、じゃあ、8時54分まで待っとこうと思って、ポンとほっといて、俺犬と遊んだりしてたんですよ。そしたらね、パッと見たらやってるんですよ、TBS。やってるよって言ったら、なんでかなって言ったら、ちょっと早く、スタートしたんじゃないとか、奥さんが言ってて、ええと思って。どういうことだろうと思ってた。間違えてたんですよ。ね、テレビガイドが間違えてたんですね。テレビガイドか。そういうこともあるんですね。間違えますよ。間違えませんよね、普通。7時53分の間違いだったんですよ。あ、そうだっすよね。うん。そうだっすよね。そうだっすよ。ちょっと衝撃を受けたって。うん、ね、そうですね。7時と8時と間違えて、乗っちゃってたんですか。うん、そうですよ。いやー、それは。いや、なんかあの、ね、僕はもう、そうだっすの方が、やめて。大きくて。聞き流してくださいよ。なんでその、あの、東北弁的な間違い方をする。顎がカクカクしてるんだと。顎関節症。普通西日本なまりとかわかりますよ。はい、なんか他の地方でなまるのもわかりますよ。多分ね、顎がいけないんですよ。どうも、渡すとかね。そう出すとか。ちょっとおかしい。東北の人じゃないんですか、本当。違いますよ。出身。違いますよ。港区出身とかなんか嘘。港区じゃないですけど、中央、一応中央区ですよっていう。嘘だね。いやいやいや。嘘だね。そんなことより、そんなことより、世界比べてみたらがちょっとね、残念でしたね。あの、だから、ね、一緒に見ようって言われるには、自分が出てるシーンを見てないんですよ。そうなんですよ。私はね、あの、ちゃんとね、あの、録画しておきましたよ。で、なんとね、あの、なんとかミステリーっていうのが裏番組であって、うん、こっちやばいなと思ったら、ちょっと時間がずれてたので、うん、あの、よかったなって思ったんですよ。時間重なっちゃったら、私、両方とも好きな番組だなと思っていたんですけどね。いやー、もう一回チャンス来るかな。あ、チャンスね、チャンスをいただきましょう、うん、チャンスを。もう一回、ね、ちょっと名誉挽回の。そうね、本当に先生の出演部分がね、番組の最初の方に固まってしまっていったので。あれで、でも収録したのはね、結論の方ですよ。はい、そうですか、収録の順番だとね、はい、あの、僕の電話がなかったのは、最初の方ですから。あ、そうですか、うん。それをね、最初の方にやっちゃってましたね。ああ。ちょっとね、残念でしたけどね。まあ、残念です。はい。はい、またの機会に。はい。はい。ということでね、後半戦いきますよ。うん、はい。はい、山口先生、タートルカンパニーの皆様、こんにちは。はい。メイです。はいはい。カリフォルニアのメイさん。メイさん。ね、たくさんお便りくれますね。うん、はい、今日は私自身が以前ホテルで体験したことをメールさせていただきます。はいはい、アイムさん、幽霊に出会いたいとのこと、機会があればこのホテルに行ってください。あ、行きたいですね、ぜひね。はい、おそらく2006年か7年だったと思います。うん、夏休みを利用して2人のまだ小さかった子供たちを連れて日本の実家に里帰りしておりました。ある時、お墓参りを兼ねて某県のあるホテルに一泊しました。そのホテルは本当に巨大で本館別館に分かれております。長い長い廊下を通り、私と子供たちは自分たちの部屋、これが和室に入室しました。直後、すごく嫌な雰囲気を感じ、内心参ったな、どうしようと思ってしまいました。自分でできることはないかと思い、般若心経をお経本を見ながら声に出して大声で読経しました。あ、なんかお経を持ち歩いてるんですかね。持ち歩いてるんだな。ね、はい。読経終了直後、部屋の雰囲気がガラッと変わったのを感じました。うん、そして部屋の片隅で、ふわっと白い煙のようなものが上に上がるのを目視しました。う
うん、私は幽霊か何かが去ったのだなとその時はそう思いました、うん、ホテルにいた幽霊かお墓参りからついてきたものなのか何なのか不明ですが、うん、嫌な雰囲気はその後滞在中は感じませんでした、うん、般若心経が聞いたというよりは私の幽霊あっちに行ってという思いが強かったと思います、うん、決してお経を読めばいいというものではないと思います、うん、アイムさん、機会があれば一度行ってみてくださいね、うん、非公開でお願いしますがホテル名記しますねということでね、ホテル名ちゃんと書いてくださってますよ。それ、はい、行けばいいじゃないですか。行ってみますね。はい、遠いんですか。いや、遠いですね。遠いですか。遠いです。はい、それではまたメールさせていただきます。私の体験は大したことなく、日常の中でも少しだけ不思議というものばかりですが、よければお読みくださいということでですね。なるほどね。ぜひ行かせていただきますね。ね、もう身軽になったからどんどんいろいろ旅行とかしちゃおうかなと。そうやって幽霊が出るホテル泊まってるのはいつか会えますかね。そうですね。いつかはね、うん、会えるかなと。ただね、私あのカメラとか設置して見ようかと思うんですけれども、そうすると出なくなっちゃったり。いや、出ますよ。出ますか。あの、はい。定点カメラでしょ。定点カメラとか、はい、出ますよ。出ますか。じゃあちょっとね、それに映せたらいいなぁと。はい、ということでね、まあ、でもそのうちリラックスしてきて忘れちゃって、うん、定点カメラの前で裸で行ったりしてるありうるありうる。そうしないように気をつけないと。大丈夫です。みんなに見られる前で削除しときます。そうはい、ということでね、メイさんどうもありがとうございました、はい。ホテルね、やっぱり全然いうとこ出ますからね。はい、出ますね。はい、はい、ビンタロウ先生、アイム様、タートルカンパニーの皆様、こんにちは、何日か連続で UFO 投稿をさせていただきました、詐欺師の女です、うん、ということでね、この方ね、 UFO の、映像とか送ってきてくださってるんですけど、はいはい、また次回も村さんとかに鑑定していただくべく貯めております。貯めてる最中ですね。はい、そうです、はい、はいはい。ですね、アトラスラジオで最近不思議話が少ないということでしたので投稿いたします、うん、京都府にあります鞍馬山へ行った時の話です、うん、友人の案内で鞍馬山を越えて貴船へ行き、電車に乗って帰るというコースです、うん、そこへ行きますと、また次も行きたくなる情報を全くの他人様が話をしてくださいます。お、また行きたくなる。その人は鞍馬山の頂上にお昼12時前に到着したら、12時に風が止まるよ、次は少し早めに来なさいと。風が止まる。数ヶ月後の春、山頂では桜が舞い散っていました。12時前になるとジーパンを履いたお坊様らしき人や、ジーパンを履いたお坊様がいるんですね。まあ、プライベート、はあ、なるほど。ただ単に頭がツルツルだっただけじゃなくってです、ジーパンを履いたお坊様らしき人やおば様たちが手を挙げたり、好きな木に両手をついたり、その時間を待っている人がおられるのに驚きました。あ、もう知ってる人は知ってるんだ。知ってるんですね。12時になったら止まると、はい、風が止まると。その時が来ましたら、上から生暖かい空気がじんわりと降りてきて、先ほどまで桜吹雪だったのに桜が舞い散らないのです。空気が止まった空気が止まったようでした。5分も経つと桜吹雪が舞い始めたので、素直に風が止んだのだと思いました。貴船に下山する時にある大杉権現様の場所が大好きでしたが、2018年の台風で倒木していました。とても悲しかったです。変わり果てた鞍馬山の様子を見てから登りには行かなくなりました、うん、体験談でした。ということですね。へえ、12時に風が止まる、うん、何でしょうね、これは。どういうことですかね。どういうことでしょうね、うん、へえ、はい、ということでですね、詐欺師の女さん、どうもありがとうございました。天狗様が飛ぶ瞬間だけ、はい、風が止むとかね、はい、なんかそういう話が伝説がありそうですね、はい、ちょっとこれね、アーリンさんとかにその時間に見てもらって、ああ、何が起きてるかね、見られる。どやさーっていう。どやさーね。どやさだって今行くよ来るよでしか私は見たことないですよ。どやさどやさ、はい、
あれどちらかがお亡くなりに、ね、なりましたね。痩せてる方、痩せてる方の方ですね、うん、そうそう、どやさーってね、クリオさんの方、クリオさんですか、うん、ね、そういうことでですね、はい、ありがとうございました。はい、シンドですね。アトラスラジオの皆さんこんにちは、ミューマスターと言います。ミューマスターさん、ミューマスター、今回2回目の投稿になります。はい、前回昨年12月投稿の UFO らしき写真を取り上げていただけなくて残念に思っています。ということで、どうして取り上げなかったかちょっともう一回調べてみますね。結構ね、あの、あゆむさんがくちゃくちゃになって知ってました。違いますよ、映像とかなんかね、見れない映像とかね、あったりで、そうなんですよ、ありますのでね。はい、ということで、いろいろと不思議な体験はあるのですが、最近車を運転中、大型トラックが横道から急に飛び出してきて、もう少しのところで大事故になるところでした。不思議なことに急ブレーキが途中で制動したままペダルがふわーっと床までついたのです。私はスーパーマンではないのでそんな力はありません。さすがに肝を潰しました。後日販売店に車を見てもらったのですが、ブレーキ及びペダルや液漏れには異常はありませんでした。幸い怪我もなく車も無事です。今回メールをしたのはその後の出来事なのです。実は私は15年ぐらい前から体調不良を起こし、いろいろな病院をはしごしましたが、結局何も異常なしでした。未だに腹痛は続いています。いろいろと自分なりに試したものの、そこで昨年の11月の終わり頃、山形県にあるお寺のお守りと念珠をネット購入しました。先ほどの自己未遂の後、次の日念珠がきつくなっているので、よく見ると玉が足りません。白い玉は全部で24個あるはずなのに22個しかないのです。その次の日には20個、よく見ると他の玉にもひびが入っています。風呂に入る時も外していますし、季節柄服も厚手なので、どこかにぶつけることもなく、とても不思議です。助けてもらったのだなぁと今思っています。また不思議なことがあればメールします。皆様もお体お大事に。念珠の写真添付しておきます。ということでですね、本当にひびが入っている念珠の写真がありますね。あ、これですか。はい、ね、これなんか割れたりね、弾けたりしたらその身代わりになったとか聞いたことがありますけど、なんか本当にいっぱいひびが入っててね、大丈夫かなって思ってしまいますね。はい、ということでね、ミューマスターさんどうもありがとうございました。ちょっともう一回 UFO らしき写真の方は見てみますね。はい、はい、ということでですね、はい、先生大丈夫ですか。なんか先生おとなしいです。おとなしくないですよ、普通通りですよ。そうですか。ええ、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、そして発送してくださったテルさん、ユメロウさん、補佐官さん、スタッフの皆さん、こんにちは。シンエモンです。シンエモンさん、はい、ということでですね、この番組で竜のストラップが当たって以来、ツイッターの検証などで月7000円分くらい当たるようになりましたよ。でしょう。ということで、竜のストラップはあれですよ、東京の K さんの、あの皆さんへのプレゼントということでですね、やっぱり人に物をあげるってことは、はい、やっぱり縁起がいいんですよ。縁起がいいですね。服は授けるということでね、はい、はい、ということで良かったですね、うん、はい、アカシックレコード図書館、なぜかいつも行けないで、実は1回目のドローンに落とされた後、雲の上に落下し、3人のぼやけた人が出てきて、人の悪口はどうたらこうたらと悟られて、いやー無理ですわみたいなことを答えると、同時に背中から落下し、体に戻った後意識が戻りました。へー、このね、多分ね、どうたら、人の悪口はどうたらこうたらと悟られてって、多分悟されてかな、ね、人の悪口言うなっていう風に言われてたんですかね。そう、はい、無理ですわって言う、無理ですわって、人の悪口はいっぱい言っちゃうんですね、うん、無理ですわと答えると、背中から落下してしまったと。なるほど。この辺ははっきりしてなく、ものすごくぼやけた感じの記憶しかない、記憶しかなので投稿はしませんでした。
ドローンやゲームセンターは鮮明でしたので、心の精進をしないとアカシックレコーダーにはたどり着けないのだと思いました、うん、ということでですね、あと数年前の夕方に西武球場前駅で撮影した雲の写真です。なんとなくキリンに見えないでしょうか。以前1万円欲しさに何これ珍百景に送りましたが不採用でした。今は自分のフェイスブックの壁紙になっております。それではバイビーと。キリンに見えますか。どこですか。これはちょっと厳しいかな。厳しいですかね。ちょっと見えなくはないんだけど、はい、ビールのマークに近い感じはしますね、はい、感じはします。なんかちょっとこの辺が前足かなと思ったりもしますけどね、はい、ということでですね、はい、新右衛門さんどうもありがとうございました。こちらの方はね、あの何これ珍百景は外れちゃったけど、アトラスラジオでは紹介させていただきましたよ。ね、何で鼻で笑ってるんですか。いやいや、ね、だから、ね、ステッカーを差し上げることができると。何これ珍百景、僕好きなんですけど、ね、私も好きですよ、あれ、はい、あれ面白いですよ、ね、面白いですね、はい、神さんが嫌いなんですよ、はい、え、そうなんですか。はもうこんな番組もう嫌だ。あれすごい、私楽しく見てますよ。何これ珍百景はまだまだ、はい、この面白くなくなった以降の方が面白いじゃないですか、はい、面白くなくなった以降、面白すごい面白かった時期から、はい、面白くなくなってから、はいはい、より面白さを追求するんです、はい、やっぱりね、ネタが切れてしまいますもんね、面白いのいっぱいやってるうちにね。それからが勝負です。それからが勝負ですね。はい、そう、はい、ということで次がですね、あ、もうこんなとつまんない番組いやーってカメさん言いますよ、はい、あ、何これ珍百景、はい、そうかな、つまんなくないとは思うんですけどね。いや、まあ、うん、前に比べたらつまんなくなりましたよ、はい、あ、そうですか。でもこれからが勝負なんです。勝負ですね。さ、あの音楽も結構好きですよ、なんか、ね、来るぞ来るぞみたいな音楽が、あ、だん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 あってなる、そうそうそう、はい、という感じですね。はい、次がですね、はい、山口先生、アイムさんはじめタートルカンパニーの皆様こんにちは。アメリカネブラスカ州在住のシロコです。シロコさん、はい、先日はお便りを読んでいただきありがとうございました、うん、山口先生がさりげなく、僕はネブラスカ、あ、ネブラスカ好きですよ。アイムさんが、はい、アイムさんがネブラスカ上等とか言ってました。言ってません。上等だぜ。言ってませんよ。ネブラスカだってね、知らなかったんです、その州の存在を。ネブラスカってなんだって言ってましたよね。はい、ということでですね、と、あ、ネブラスカ好きですよとおっしゃってくださって感激いたしました。ビンタロウ先生は本当に愛と優しさにあふれていますね。ちょっと忖度しすぎ。え、いや、そうですよ、私。いやいや、これからも微力ながらアトラスラジオを応援し続けますということでですね、はい、さて今回は私の妹の不思議な体験談を投稿します。私の妹夫婦は数年前に都内から妹の夫 H 君の実家がある長野県長野市へ引っ越しました。その近くにパワースポットとして有名な水上山という山があるそうで、あ、知ってますか、水上山。行ってみたいねと2人で話していたそうです。僕2回行きましたよ。あ、そうですか、うん、パワーを感じました。じゃあ、いまいち。妹によると、その後お互いに仕事が忙しく、水上山のことはしばらく忘れていたそうですが、ある時ふと思い出して、そういえば前に話してた水上山行ってみたいねと H 君に言うと、この間行ったじゃんという返事。はい、妹さんが行ったっけ？で、H 君がお前の車で行ったじゃん。妹は全く覚えていなかったので、もしかして H 君が他の人と行ったのと勘違いしているのかもと思い、うん、誰か他の人と一緒に行ったんじゃないの、怒らないから正直に言ってと言うと、うん、お前の車で俺が運転して一緒に行ったじゃん、他の人とは行ってない
と言い張りました。うん、妹も H 君もそれぞれが車を持っているので、もし友達と行ったなら自分の車で行くはずだし、もしかしたら自分が忘れてるだけで行ってみたら思い出すかもと思って、妹と H 君は後日一緒に水上山へと出かけました。お H 君はこの間もこの道通ってきたよねとか、今日はここに車止めたけど前に来た時はあの辺に止めたよねなど、はっきり詳細を覚えているのですが、妹の方は全く記憶がありません。すべて初めて見る風景だったそうです。水辺に出た時ネットで見ていたので、ここにオオサンショウウオがいるんだよねと言うと、 H 君がそのセリフこの前も言ってたよ。妹はそんなセリフも言った記憶がありません。原っぱみたいな開けた場所に着いた時、 H 君が言うには、前来た時はここで眺めてたらお前はふらーっと一人で一瞬あっちに走っていったよ。 H 君が妹と離れたのはその数秒間だけだったそうです。妹は水上山へ行ったらここかーと思い出すかと思ったけど、そんなことはなく、やはり全てが初めて見る場所だったそうです。反対に H 君は前回妹と一緒に来た時の記憶をはっきりと覚えており、妹の記憶が後から消されてしまったのか、H 君がパラレルワールドの異次元体験をしたのか、いずれにしても水上山の不思議なエネルギーが関係しているのではと思われます。ちなみに水上山は世界最古のピラミッドとも言われており、謎の発光現象や UFO の発着地などの噂もあるそうです。今回は以上です。屋上が神社になってるんです。屋上が神社なんですか。で、神社の宮司さんが、はい、夜8時ぐらいに、はい、UFO が飛んでくるのを見たことは何度もある、はい、そうなんですか。最近は見ないって言ってましたけどね。はい、なんでかっていうと、はい、宮司さん年取っちゃって、はい、8時に寝ちゃうようになっちゃって そういうことなんですか。じゃあ結構8時以降に出てたっていうことなんですか、時間的にね。そうですね。それで、ね、祀ってる神様も意味深なんですよ。はい。なんか、早く飛べる神様。早く飛べる神様。うん。はい。だから、飛行機の神様とか、そういう扱いになってる神様とかを祀ってるんですよね。はい。で、あそこでね、はい、あの、結構 UFO をよく見る人の写真とか、はい、見せてもらいましたよ、現地で。はい。はい、このさっき話題に上って水辺の上にこんな赤い、はい、あ、半透明の玉が出てるやつとか、はいはい、そういうのは神社に飾ってあるんですか。いや、その撮影者が持ってきた。あ、撮影者ですか。へえ、うん、なんかやっぱり不思議なところなんですかね。いや、不思議です ね、あれはね。はい、ちなみに H 君はオカルト好きなので、アトラスラジオをおすすめしておきました。あ、これからも毎日の配信を楽しみにしております。皆様お忙しい毎日だと思いますが、どうぞお体ご自愛くださいませ。 H 君聞いてるね。 H 君 ね、あなたのお話をしてますよということで、ね、知ってますよ。いや、本当不思議ですね。 H 君ははっきり記憶があって、うん、だから、ね、またこれあれじゃないですか、はい、違う世界線に行ってきたっですかね。一緒に、ね、水上山に登った世界にいた人と、はいはい、いなかった自分と、いなかった人と、はい、時間線が変わってるんですよ、はい、不思議な、ね、お話で、はい、ということでですね、ネブラスカ州のシロコさん、どうもありがとうございました。またしてもマンデラエフェクトマンデラエフェクト、エフェクト、はい、ということでですね、次が、はい、山口敏太郎先生こんばんは、はい、岡山のマサです、はい、あ、マサさんすっかり常連になってますね、はい、思い出してきたのですが、思春期の頃、うん、夜ラップ音に悩まされていました。ひろこの話はしないんですね。あ、終わりですね。スナックひろこの話。ひろこさんだってなんかあの病院に入院しているということで。退院してきたんですか。退院してきたらまた来るんじゃないですか。あ、じゃあひろことのツーショット希望です。ツーショット希望ですか。これがひろこママですって、はい、ひろこママだって二人で、ね、全開したら、じゃあひろこママとデュエットしてる写真、デュエットしてる写真だそうですよ、マサさん、うん、はい、ということですね、あんまり、あ、ラップ音の話ですよ。あんまり鳴るので、お守りを枕元に置いて寝ていました、うん。唯一ラップ音に聞いた記憶があるのは、嫁いらず観音のお守りで、袋盛りなのですが、
観音様が刻印された小さいプラスチックのメダイのようなものがついているのですが、うん、メダイ、プラスチックのメダイっていうのがあるんですかね、うん、そこを触っている時だけラップ音がとやみ、そこから手指を離すとラップ音が鳴り出すということがよくありました。こうやって触ってると、触ってると鳴り止む、離すと、離すとラップ音が鳴る。じゃあ、こうやって、お守りから音が出てるってことはないですよね。これ、そこって話してつけたりしたから。はい、あ、それをちょっと画像、もうちょっと高い足でつけたりしたり。リズムカルに。はい。曲が演奏できるじゃないですか。ラップ音でね、演奏できますね。うん、はい、ですね。夜、自分の部屋の話ですが、他にもお守りの話はたくさんあります。小学生の頃、なぜか私のベッドのところにお守りがたくさんかけてあったのですが、毎日毎日私の周りを歩く感覚があり、気持ち悪かったです。なんでしょうね。ある日、ベッドで寝ようとしていたら突然、人生で初めての金縛りに遭い、若い男の笑い声が聞こえて、私のベッドにかけてあるたくさんのお守りから、たくさんの金色の光線が出てきました。当時は恐ろしく、そのまま意識を失いました。次の日、私のベッドを見たらお守りが全部なくなっていました。はあ、祖母に聞いたら神社か寺に持って行ったらしいです。ピン太郎先生に送るのを忘れていた話です、ということですね。はあ、これなんか突然お守りがいっぱいついてるというのは、そのおばあさんが突然つけたんですかね。つけたんですかね。何かつけて桃から守ってたんですかね。守ってたんですね。ただやっぱり金縛りに遭ってしまったということで、うん、ビームですか。ビームが出てくるんですか。すごいですね。はい、という、ね、不思議な話。はい、はい、岡尾山のマサさん、どうもありがとうございました。はい、ということでですね、なんとおばあちゃんが孫のためにお守りを買ってくれたんですね。いっぱいつけてくれてたんですね。それが後のひろこであるってことね。違いますよ。違うんですか。はい、違いますと。はい、はい、次がですね、アイムさん、山口先生、こんにちは。先日はオカルト川柳を取り上げていただき、そしてステッカーも送っていただいてありがとうございました。ああ、おかげで化けて出ないで済みました。なんで化けてるステッカーもらえたからじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、なんか探してますね。あ、なんか鳴らそうとしてますね。もう、はい、あ、なかなか鳴らない。鳴りましたね。なんとこの方ですね、はい、私にラストチャンスを与えてくださいということでですね、なんかオカルト川柳をね、やめましょうっていうことをしてるので、まだ悪わけはどうですか。ですね、アイムさん、山口先生の妨害工作に負けないで私にラストチャンスを与えてください。それでは、オカルト川柳を読ませていただきます、ということで、見間違い、もうやめよう。聞いてみてください。見間違い、一旦もめんかふんどしか。ダメだ、ダメです。これいっぱいありますよ。たった今時効成立、本能寺。いや、もうそれもダメです。ダメですか、うん、次、交番に道に迷った霊能者。あ、うん、次、神頼み、行き着く先は嫁頼み。ダメですね。もうダメだ、幽体離脱、逃亡犯。なんか、ダメですかね。はい。山口先生、アイムさん、リスナーの皆さん、ありがとうございました。ということでですね、あ、ここですね、大阪府松原市の青神社にある御神木の写真をつけてくださいましたよ。青神社？青神社ですって。なんかね、これ、普通に読むとね、アホって書いてあるやつですね。漢字、普通の漢字だとアホっていう感じで、青神社にある御神木。樹齢1000年の、クスノキ。クスノキで木にまとわりついたオーブが珍しいと思います。ということで、山口先生のご考察をぜひお聞きしたいです。ということでですね、ちょっとあんまりよくわかんないんですよ、オーブかどうかが。画面で見るとわかるんでしょうかね。そうですね。はい。
あでもなんかパワー感じますね。パワー感じる。ご神木の。じゃあ意外とね、なんかね、前回の心霊写真鑑定で、アーリンさん、うん、があの、チリが飛んでいって、それがオーブとかってなんか言ってることがあって。で、意外と、オーブ自体はホコリとかかもしれないですね。うん、そうですよね。ただこの木はすごいパワーを感じるということで。なるほど。ね、はい、ということですね。はい。ありがとうございました。あれこれちょっと待って、名前ケイ前田さん、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、ということでね、最後に昭和ネタがやってまいりましたよ、はい、あ、そうですか、はい、じゃあメールアドレス言いましょうか。あ、お願いします。はい、不思議な体験、宇宙人体験、心霊体験を待ちております。 TOKUSHIUBA5566アットマークヤフー COJP 徳島5566アットマークヤフー COJP 不思議な体験を待っております。特に最近宇宙人体験をあまりやってないので、宇宙人を見た、宇宙人と会った、宇宙人と夢の中で話をしたという人はぜひ皆さん宇宙人特集に連絡をください。お待ちしております。はい、お手紙おはぎも待っております。千葉県船橋市新高根 6-27-2 株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いいたします。はい、山口敏太郎メールマガジンサイバーアトランティア、山口敏太郎のサイバーアトランティアで検索すると出てきます。ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。はい、じゃあどうぞ。ではですね、昭和ネタやらせていただきますね。はい、はいはい、なんとですね、神田川という歌が届いてますね。先生歌えますか？おはよう、歌えますよ。小さな石鹸カタカタあった、はい、あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。はい、そうです、ありがとうございます、はい、神田川、ね、僕は妹よの方が好きでしたよ。あ、そうですか。妹よって、はい、うん、妹いないからますますいたらいいのにな。 いたらなんかありと思いますよ。あの野郎って、あの野郎ぶっ飛ばしてやるとかいろいろ言ってますよ。そうですか。妹いたらいたで仲悪いでしょ。そうですかね、可愛がるんじゃないですかね。可愛がるけど、うん、妹が俺に逆らいまくるという展開逆らいまくる、はい、なると思いますよ。はい、ということでね、歌詞がね、はい、あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにしてという歌詞から始まる、神田川沿いの三畳一間のアパートに暮らす若者の切なさがにじむ神田川は名曲ですね。東京にそんなアパートあったんですね。多分ね、今でも、ね、そういうアパートはあると思いますよ。そうです ね、今だいぶ見なくなりましたからね。見なくなったけど、あるにはあると。みんな風呂付きになっちゃうしね。ああ、そうですね。風呂なしアパートに住んでたやついますかね。はい、いますよ。よく、はい、芸能人の。僕らの時代はいますよ。はい、今の40歳以上はいるんじゃないですか、はい、風呂なし。俺大学時代は風呂なしアパートです。あ、そうですか。銭湯にこう。はい、あ、銭湯、あ、もろに神田川の世界ですね。行ってましたね。はい、なるほど。はい、学生運動が盛んだった頃、すさんだ心に彼女の優しさと幸せな一時がなくなってしまったら、と怖くてたまらなかった彼氏目線の歌詞なのだと南光節さんがおっしゃっていました、はいはいはい、女言葉なのでよく彼女の心情を歌ったと思われるらしいのですが、彼氏の心情を歌った歌詞だそうです。あ、そうだったんですね。彼氏だったんですね。そうですね、はい、僕はあの節約するために、はい、子供用プールを2000円ぐらいで買ってきて、はい、膨らまして、はい、そこに水を入れて、はい、寒いって言いながら体を洗いましたよ。それ部屋でですか。部屋で体を洗って、それで水を捨てるときに、はい、流しまで持っていくとブルブル震えるんですよ、はい、ブルブル震える。寒くて、あ、くくくくく、重いですよ意外と。あれ水で、はい、それをバーンって無理やり時々こぼれて下に水行ったりとかして。わかりますよ。で、何回もやってましたよ、それで。いざという時に風呂、はい、あのね、うん、後輩たちが先輩、はい、挟む先輩、どうやって風呂入るんですか、うん、俺のとこに風呂がないと思った方が間違えた。見ろ、これって、お尻から出してきて。今から風呂作るから、ちょっと待ってろ。やってましたよ。
おかしそうに後輩たちに狭間先輩行ったらって思われたんだ、ね、みんな引いてました。そうですよね、みんな引きますよそれは。ってで、ね、あの100円シャワーあったって、はい、100円シャワ ー, ャワー、はい、3分間だけ出る、はい、で俺は、はい、俺時間を計測したんですけど、はい、入れてから3分なんですよ、はい、だから入れて、はい、泡立てでこうやってると、はい、時間作っちゃうんですよ。なるほど、ね、うん、だから俺は、はい、あの入るでしょ、はい、100円まず入れないんですよ、はい、入れなくて、はい、ペットボトルに水入れて、はい、水をかけて、はい、急に寒いって言いながら泡立ててこう体をこう洗うんですよ、はい、ペットボトルの水で、はいはい、それで初めて100円を入れる、はいはい、なるほど。そうすると3分間で綺麗に体が洗える、はい、洗えてちょっと温まるという。そうなんですよ。ああなるほど、いろいろね工夫して。貧乏話ばっかりですよ本当に金なかったですから。そうですか、うん、ね、そうですよ。でその後輩たちがじゃあ狭間先輩じゃあうちに風呂入りに来てくださいよとかっていうのはなかったです。なかったですよそうですか。僕はコインシャワーで十分ですよ、はい、ね、うん、そうやっていろいろ工夫してね、そ う, ですうまく生活して。だから風邪ひきたりなんかすると、うん、はい、風邪ひいてもね、うん、あの銭湯に行くじゃないですか、はい、治りましたもん。ああそうですか。そんな生活してたら。そうですよね。風邪ひいて銭湯行ったら、はい、うん、はーって治りました。血行が良くなって、そうです、ね、治るんですよ。はい、ああなんかねすごい苦労されましたね。そうですね。ね、良かったですね、今の生活になってねという。そうですね。ね、はい、でね、あ、まだ続きがあってですね。はい、私の主治医40代も男ですが、うん、それがあなたらしさなのよ。と女言葉にも聞こえる、話し言葉で語りかけてきます。別にお姉キャラでもなよなよしているわけでもない普通の男性ですが嫌な感じはしません。どちらかといえば年配の男性にこういう話し方をする人がいますよね、うん、ということですね。あ、はい、うーん、なるほどですね。あの結構ガンダムのシリーズだったら、はい、あのブライト艦長が、はい、ファーストガンダムで、はい、ちょっとお姉言葉を喋ってます。お姉言葉です。何やってんのーと、はい、うん、はい、ちょっとあの、はい、ってなりますよね。あのまあそういう台本だったんでしょうね、はい、うん、はい、なんか、はい、ちょっとねおね、はい、一瞬おねえかなっていう感じで、はい、ね、あ、なんかおねえってまたちょっと脱線しちゃうけど、半沢直樹のあの金融庁の黒崎、あれはほぼあれは本物じゃないでもね、なんかあれでも劇中でなんか偉い人の娘と結婚しましたね。確かに結婚しましたね、はい、両党なんじゃないですかそういうことですか。バイセクシャルじゃないですか。そういうことですね、はい、うん、ということでかなり、ね、脱線してしまいまして、この神田川という曲、実は私中学の時に音楽部に入って、音楽部だからいろんな楽器できるかなと思ったらギターしかなくて、でフォークギターでこの曲を弾いて歌いましたよ。フォークギター弾けるんですか。弾きますよ。弾けるんですか。神田川歌いましたよ。神田川歌えるんですか。歌いますよということで、ね、ちょっと思い出の曲ですね。あ、はい、神田川、はい、どうもね、これ小助さんでした。小助さん、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、こんな感じです、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルトだ。山口敏太郎でした。皆さんご清聴ありがとうございます。それではまた次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。山口敏太郎でした。バイビー。さよなら。